次の仕事は？あれ？シャルロットじゃないか？レピーヌ・ポーリーンと何か話してるみたいだぞ。お願いです！シャルロットさん！いや、シャルロット様！お願いですから、冗談だと言ってください！ブクブク中の変装をし、警備ロボの目を逃れ、犯罪へ！この事件は事実ですよね！仮想認識技術のために、私は貯金を使い果たした上、銀行から大金を借りたんです！この度、土下座でもしますから！レピーヌ・ポーリーンさん、落ち着いてください！研究に対するあなたの熱い思いと、大口発注への渇望は理解できますが、しかしあれは間違いなく小説です。誰かが趣味で創作して匿名で投稿した報道記事風の物語なんです。おいらわかったかもだぞ。もしかしてレピーヌ・ポーリーンが前にスチームバード新聞で読んだ記事って、編集者たちが会議で話し合っているのをこの耳で聞いたんですから。編集者たちもあの小説が民衆に誤解を与えるんじゃないかって懸念して、わざわざ出立艇に問い合わせまでしたんですよ。しかし思いのほか出立艇はあの小説が気に入ったみたいで、偽情報が潜在的犯罪者の耳に入れば目立つ被り物での犯行を誘導できるかもって。警備ロボの識別能力はベテランの警察と肩を並べるほどだから、そんな犯罪を見逃すはずがありません。かえって犯行を目立たせるだけ。小説が掲載されてからというもの、数多くのプクプク獣怪と巨大赤冠柄にフライムマンたちが出立艇によって逮捕されました。あの小説が治安維持の一助となったのは事実ですが、まさかあなたのような研究員まで引っかかるとは。しかも多額の投資までしていたなんて。レピーヌ・ポーリーンの研究の動機が嘘っぱちの物語だったなんて。ってことはオイラたちの分け前もなくなっちゃったのか。じゃなくて、あいつの投資は全部無駄になっちゃったのか。旅人とパイモン、戻ってきたのね。近くで取材してたら偶然レピーヌ・ポーリーンさんに出会ってね。彼女の研究のことと君たちのことも聞いたよ。私も画像認識技術の宣伝文を書いてって頼まれたの。原稿料とレンズの見本まで渡されてね。でも残念なことに彼女の期待も君たちの努力も無駄になってしまった。君たちにギャラを払わないといけないって彼女は頭を抱えてたわ。慰めの言葉はかけたけど、すぐには受け入れられないだろうね。オイラたちもこんなことは初めてだぞ。その作家はただ面白い物語を書きたかっただけだろうし、出立艇のやり方だって確かにフォンテーヌの治安維持の役には立ったもんな。ちょっとレピーヌ・ポーリーンさん、何してるんですか？警備ロボと一戦やるんです。それからエピクレシス歌劇場に行ってメロピデ要塞に住民登録をしようと思います。そしたら借金を返さずに済むでしょ。そう、それが生き延びるための唯一の方法。早まりすぎです。あなたが警備ロボと戦ったって彼らの外装さえ破れないでしょ。せいぜい出立艇で数日過ごした後、借金は借金で返さなきゃいけないんですよ。それよりこの技術に一体いくら注ぎ込んだんですか？27万もら。え？
要塞に逃げ込むほどの額でもなさそうですけど。キューフォンテーヌ科学院の海中説明エンジニアに過ぎない私にとっては、何年もかけて一生懸命貯めてきた貯金なんです。それに失ったのは貯金だけではありません。私が思い描いてきた仮想認識の輝かしい未来も、億万長者になる夢も、何もかもが消えてしまいました。私の人生も台無しです。ごほん、そう落ち込まないでください。レビーム・ポーリーンさん、私に一つ提案があります。よく見てみたら、先ほど渡してくれた見本、画像認識サンプル収集撮影レンズはより正確に収集し分析するための特別設計がなされているようですね。本来の機能とは別に素早くフォーカスを変えられるこのレンズは、きっと記者たちの役に立つと思いますよ。フォンテーヌ新聞業界の進化を推し進める力になるかもしれません。ですから、あなたのこれまでの研究は決して無駄ではありません。思いがけない分野ですごい進化を発揮できるかもしれませんよ。本当ですか？もちろんです。こう見えてもスチームバード新聞で経験を積んできた記者ですよ。同業者たちが仕事でどんな課題を抱えてるのかよく分かってます。ですから、まずは気を取り直してください。その後、レンズの量産について考えましょう。記者の仲間たちにもあなたのレンズのことを紹介して取引先を当たってみますから。そんな幸運が訪れるとは。もしかしたら撮影設備発展のチャンスをつかめるかも。それで大口発注が来たら億万長者になるのも夢じゃない。もう少し資金を借り入れた方がいいでしょうか。撮影設備戦争を勝ち抜くためにはいち早くレンズを改善して市場先取りしないと。レピーヌ・ポーリン、夢ばっか見てないで、まずは一歩ずつ進んでいこうぜ。全財産をつぎ込んで一夜にして金持ちになるなんて野望はやめた方がいいぞ。ええ、もし知り合いのつてで画像認識の設備を必要としてる工房に売ることができたら、もう少しモラを集めることができるわ。ああ、もっと早く考えつけばよかった。電話急げ、一刻も早く。ああ、もう行っちゃったぞ。オイラたちの話全然聞いてないじゃんかよ。まあ、少しわかる気もするわ。インスピレーションと情熱が湧き上がった時、仕事のことしか頭にないから人の話が入ってこないんだよね。新人記者にもそういうタイプが多いの。心配しないで、今回の出来事を記事にするつもりよ。レピーヌ・ポーリーンさんの様子も時々見に行ってあげるから、彼女の研究はきっと記者たちの役に立つと思うわ。彼女が軌道から踏み外すことなく、できるだけ早くレンズの大量生産にこぎつけられるように私もアドバイスしてあげるつもりよ。そしたらオイラたちも安心だぜ。そうだ、このサンプルレンズは君たちにあげるわ。ほら、君たちってあっちこっちを旅してるでしょ。すごいツールはすごい人の手に使われて初めてその進化を発揮する。きっと君たちが使った方が素晴らしい瞬間をたくさん記録できると思うわ。ありがとな、シャルロット。分け前はなくなったけど無駄足にはならなかったぜ。大したことないよ。私も特ダネを仕入れることができたしね。特殊なニーズがあったからとはいえ、新聞報道と文学作品の境界線はできるだけ線引きさせた方がいい。レピーヌ・ポーリンさんみたいな善良な市民が不幸な目に遭うことが二度とないよう、編集部にちゃんと話しとくわ。